そオイラは姉さんを超える。オイラは自由になるんだ。な、体が重てえだと。まさかもう4月1日が終わっちまうのか。このままじゃこの力がオイラの自由が。まだだ、オイラはまだやれる。オイラは絶対に諦めねえぞ。オイラは本当は誰よりも分かってるんだろ。4月1日は終わったんだ。だからまだだ、まだ終わってねえ。4月1日は終わらせねえ。クソったれ、もう力が出ねえ。だがな、おとなしくしてるつもりもねえ。どんずらこかしてもらうとするぜ。待ってよ、B。一緒に空の果てを目指すって約束したのに。ジータの言う通りだ。どんずらって、一体どこに行くつもりなんだ。僕たちは相棒だろ、B。グラン、ジータ。僕の相棒は、B でなきゃダメなんだ。B がいなかったら、そんなのもう、僕たちの旅じゃない。私もみんなだってそうなんじゃないかな。これからも B と一緒に旅をしたい。 B と一緒に空の物語を紡いでいきたいんだよ。お前たちと紡ぐ空の物語、おいら B チキショウ、やっぱりこうなるのかよ。だがよ、まだだ、まだ終われねえ。ビー、どうしたの？大丈夫？この光は一体？光るビーフもありがたい感じがして、可愛いぞ。終わりねえんだよ。待ってたぜ、この時を。ね、あ、どうしたいってんだ。オイラと姉さんの顔をそんなまじまじ見て。おいおい、何言ってんだよ。オイラと姉さんの偽物がいるってんのか。どうした、少しぼんやりしているようだな。部屋で休んでいても構わないぞ。特に危ない航路でもないしな。あれ？ん？どうした、ルリア？ああ、あそこに何か文字みたいなのが書かれてて。
うん、落書きのようだ。誰が甲板にこんなことを。これ文字のように見えませんか？何かとてつもない情報が書いてあるような。私のノート見たいですか？カタリナに頼まれて武器のことも記録。